あの人たちは脱走囚じゃ。校内の安全に取り組んでいただきたい。銀の食器はこの方に差し上げたものです。少年時代に罪を犯さなんだら犯罪は大部分防止できるということじゃ。家庭にして学校、学校にして家庭という意味で家庭学校と名付けたいのですが。海のものとも山のものともわからん感化教育に転身するんですか。北海道の地にもう一つの家庭学校を作り、大自然の中で不良少年たちと付き合っていきたいと思います。昨夜の脱獄を知りながら通報しなかった者がおるはずじゃ。俺はコーチ吉太郎といって神奈川の監獄から出てきたばかりの男だ。膝を突き合わせて悩みを聞く。家事も手伝ってほしいと手紙をくださって。そばにいてあげなければならない。乾杯しましょう。何でだらかんじゃ。逃げ込んでるってことが分かったもんですから。彼らに二重の刑罰を与える気か。誰か、やめて。偉そうなこと言うな。お母さんを殺したのはお父さんじゃ。人に愚かと言われても、時代遅れと罵られても、頓着なしに白髪になるまで一路白頭が私の天職であるということだ。おー